皆さんこんばんは。 SK48 の高柳あかねです。ニュースみたい。はい、 SK48 高柳あかね緊急生配信、もう緊急すぎ、本当さっき着いた、マジで本当になんだかんだ1分遅れてるし、本当お待たせしました。 SK48 高柳あかね緊急生配信、青春の宝石のミュージックビデオ解禁しちゃいますスペシャルということで、タイトルそのまま、本日ミュージックビデオを解禁します。あ、ちょっとずつ拍手が増える方式でありがとうございます。はい、先日私の誕生日である11月29日に発表されましたが、1月の15日にリリースされる SK48 の26枚目のシングル、それとかあるよねの、カップリングとして私のソロ曲青春の宝石が収録されます。ありがとうございます。はい、このような曲になっております。流れる予定でございます。流れているんですかね。流れているらしい。はい、こちらには何も聞こえてきませんが、はい、私の方にはあの気持ちはあなんとなく聞こえております。はい、こちらですね。皆さん見てくれてますか。本当緊急すぎて、ツイッターとかであのやるよって言ったけど急すぎってみんな書いてたんで、見てくれてるかちょっと分かんないです。一応でも何上位チャットみたいな、なんか一応皆さんのコメント見えるようになってるみたいなので、はい、ぜひなんかあの伝えたいことがあったら送ってください。あ、間に合ったとか、はい、あのギリギリもうギリアウトでした。はい、1分ごめんなさい、1分、あ、そう、電車乗り間違えたんですよ。本当に東京の電車難しい、もう本当に。しかもこんな、もうなんか通勤ラッシュ、通勤じゃないわ、何帰宅ラッシュこんなんなって、しかも寒いからさ、ぐるぐる巻きにマフラー巻いてるのに、あの電車暑くてもう大変でした。はい、そんなニュースはどうでもいいですね。はい、青春の宝石、今流れてると思いますけれども、お聞きいただいているように、あのこう明るい、こう今までのことだったり今のことだったり未来のことを歌ったバラード曲になっております。まあ、卒業ソングでもありますので、私のあのこうなんて言うんでしょうね、まあ、過去にこういうことがあったよねとか、こう頑張ったよねとか、これでもね、頑張ったよねって私まだ自分はあのこう思ってなくて、まあ、今まで頑張ってきたっていうのはありますけど、全部頑張りきったっていうよりは今まだ頑張ってる途中なので、まあ、どちらかっていうとこう辞めるその瞬間にこう思えたらいいなっていう歌詞も入りつつ、でもこう私の一番好きなあの歌詞はあれですね、自分の好きな毎日を生きること、これ本当そう、なんかこうすごい、あのごめんなさいね、あの蹴っちゃった、あのなんて言うんだろう、こうアイドルが好きだからここまでやってこれたっていうのがあって、こう大変な時期もあったし、いろんなことがあったし、まあ、歌詞にもあるようにつらかったりとか、誰にも言えない悩みがあったりとかしたことももちろんたくさんあったんですけど、それでもやっぱり自分の好きな毎日を生きることが、こうなんて言うんだろう、うん、自分にとってこうアイドルだったんだなって、アイドルが好きだから辛くても苦しくても、アイドルが好きだから頑張ってこれたなっていうのはありますね。はい、あ、めっちゃ音量小さいとか書かれてるけど、そうなの？あ、歌がまるで卒業するみたいじゃん。そうなんです、卒業するんです。はい、ありがとうございます。さっきからあの卒業撤回発表ですかとか結構出てくるんですけど、それはもうちょっとわからないですね。まあしませんけれども、はい、今が、あ、そうですね、洋服かわいいですね。普通になんか会話、私 YouTube でこういうのやったことないから、普段のなんか他のね配信のやつのみたいにこうやってコメント拾いながら喋っていい、なんかあれなのか、ちょっとこういう、あ、そういうあれでもいい OK なんですか。あ、そうなんだ、 YouTube で生配信ってなんかすごいね。あんまやったことないですよね。 SK で初めてではない、初めて緊急で初めて、心の準備どうした必死だわ。あ、でもね、皆さん卒業するのとか、確かに、でもこれ今見てる方、私が卒業すること知らないかもしれないですけどね。はい、卒業します、来年の3月です、頑張りますということで、この曲の、まあ、お話は今した感じの楽曲になってるんですけど、まあ、楽曲のねミュージックビデオを、まあ、以前あのニュースだったりとかで見た方は知ってると思いますけれども、あの映画だったりとか、もうドラマだったりとか、たくさんの有名な作品を生み出している、堤幸彦監督に、手掛けていただきました。ありがとうございます。まあ、
本当にミュージックビデオを、まあ、見る前に軽くお話ししますと、まあ、夢を追う女の子、まあ、一応高柳茜が、まあ、そのアイドルとしてではなく、まあ、もし別の、まあ、なんかなんていうのパラレルワールドじゃないですけど、もし高柳茜が、まあ、こう大物女優さんの付き人をしながら女優を目指してたらみたいな感じの物語になってて、こうミュージックビデオ、あ、でも私ミュージックビデオの完成見るの今日初めてなんですよ皆さんと初見です。皆さんと一緒に初めてを見ます。なんか軽くあの成長、あの出来上がりの過程の瞬間は見たんですけど、完全な確定は見てないので、ちょっとどうなってるか私もドキドキしてるんですけど、その中でフェイクドキュメンタリーっていう感じになってて、まあ、私が大物女優さんにつきながら女優になるための夢を追いながら勉強しているっていう、その付き人を追ったドキュメンタリーかっこフェイクみたいな感じになっているので、ちょっと一回見ただけじゃちょっと脳内が追いつかないかもしれないんですが、まあ、その撮ってくださった堤監督も実際に監督役で出られてて、撮影しているクルーの皆さんも撮影もしながら撮影をしているフェイクドキュメンタリーのスタッフとしても演技をされてて、そうなんです。でその中のフェイクドキュメンタリーの中で撮影されているドラマも、まあ、一応本当に台本があったりとかして、まあ、女優さんだったりとかその出演してくださった皆さんが実際に台本を覚えてくださってたりとかしてるんですけど、まあ、その、まあ、私は大物女優さんの付き人っていうことなんですね。で、私は最初そのお話をいただいた時に、まあ、大物女優役の方の付き人をすると思ってたんです。だからこうやって話すと本当にニュースキャスターみたいですね本当にそう思ってたんです。なんかちょっとついてこれてますか。ちょっとややこしいややこしいなんですけど、ややこしいやなんですけど、そのそういうことなんですね。で、その大物女優役の方の付き人だと思ってたのが、途中の連絡メールで大物女優今探してますって書いてあって、探す大物女優は本当の大物女優じゃないのかってなって、まあ、その大物女優役の人が本当に大物女優で多分これ多分まだ未発表だったと思うんですけど、まあ、堤監督が撮ってくださったってとこまでは皆さん知ってると思うんですけど、知ってる方は大物女優役の方が誰だかは知らないと思うんですね。まあ、それもちょっと今日ここで発表をしてもいいよということなので、もう緊急なのにいろいろ発表も緊急ですが、そう、大物女優役の、あ、いいですよ、大物女優役のあれ待ってます、あれじゃない、なんていうの、予想待ってます。いいですね、大物女優役高柳茜の付き人役の高柳茜、すごい技術ですね。やってみたかった、それやりたかった。ちょっと面白いな、大物女優役も私がやりながらみたいな、ちょっと面白い。青久保さん、エビ系でねお世話になりましたからね。ありそうありそう。あ、レナさんね、やっぱ仲良しだから、複雑すぎるでしょレナさんに私がついてたら複雑すぎるでしょあ、長澤まさみさんとかね、もうやっぱすごい、やっぱ本当に合間のところでもまだ正解は出てきてないですね。もう本当の大物女優さん、仲間由紀恵さん、あ、そうだね、あ、堤監督のつながりでやっぱそういうのもある。あ、戸田恵梨香、あ、そう、鳥恵梨香さんもやっぱもう本当の、いや、でもその予想も本当超えるぐらいの本物さんが、はい、もうそろそろ発表しましょうかね、時間もありますしね。今回私のミュージックビデオの、青春の宝石に、大物女優役として、本当の大物女優として、出演させていただいた方はですね、なんと高岡早紀さんです。ありがとうございます。本当にもう、だって私東海テレビでレギュラーやってますけど、東海テレビの入り口にバーンってリカっていうドラマの主演張られてましたから、もう今ちょっとクール終わっちゃいましたけど、ずっと見てたわけですよ、動画テレビ行くたびに。あ、リカ面白いなと思いながらの方が大物女優役というか、大物女優って本当に出演してくださってびっくりでしたね。私本当にびっくりしました。でもこう撮影をしていく中で、本当にこう、まあ、付き人
なので本当に基本カメラ回ってない時も、もうなんか言葉が難しいんですよね。カメラが回ってない時の演技もあるの。はい、あの撮影がします、カッ、ドンって言われた撮影が始まってからの、はいカットって言われてからの付き人お疲れ様ですっていうところも全部回ってるわけですよ。でも本当にその日はずっと付き人でしたねっていうミュージックビデオになってるので、結構本当にアイドル感は全くないです。もうむしろ今までのミュージックビデオで一番アイドル感はないです、最後なのに。でもこう自分の夢がこうお芝居をやっていく女優さんになりたいっていう気持ちを組んで、こう監督がいろいろ物語を練ってくださったので、ハードルだけが今上がってるような気がしますが、私もまだ完成は見てないので一緒に皆さんと見たいなと思います。あ、その前に、あ、その前にもう行っちゃっていいですかこれ。その前に堤監督のインタビュー映像があるみたいで、メッセージなのかその日の撮影の感想なのかあるみたいなので、ちょっとご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。見ていただきました。すごい、どうですか、なんかあれですね、画面を通して感想をやっと聞けた感じがして、やっぱバタバタしてたので撮影がなかなかこう本当にミュージックビデオの設定ももうなんか口頭で、まあ、大体こういうこれぐらいの、まあ、年でこれぐらい、まだ3ヶ月か 半年もまだ付き人やってなくて、まだそこまでこう安定してない、まあ、ちょっとっていう、なんかこうざっくりしたキャラクターの設定だけ聞いて、私はもう台本全くなしでやったので、もうその場であれやってとかこれやってとか、はい今行ってとか、はい付き人だったら今何するのとか、今日も本当その場その場の即興演技だったので、まあ、それがミュージックビデオになってるって結構私も何未知の世界というか、なので、はい、もうやりながらこの子のキャラクターも作っていったって感じなんですけど、まあ、でもまずは見ていただいてからね、私も見てから裏話をするのか、なんか補足をするのかしたいなと思いますので、なんか緊張しますね。多分本当にみんなが想像しているようなこの曲から想像する感動的なキラキラな感じという感じではないので、本当にこう一人のなんて言うんだろうな、女の子が必死に夢を追いかけながらやってるっていう感じの、本当に、うん、ミュージックビデオっていうより本当ドラマみたいな感じになってるような気がします。じゃあ早速、あー緊張する。じゃあ行きましょうか。それでは行きますか。青春の宝石のミュージックビデオ初公開です、どうぞ。あーもう、あーもう、はい、高岡さんも綺麗だった、めっちゃ綺麗だった。本当に皆さんの今コメントを読みながら見てたんですけど、なんかこう中のドラマの内容が気になるとか、でも本当になんか監督が実際にこういうドラマを撮りたいっていうのを本当にまだどこにも出してないというか、今までに使ったことのない物語をちゃんと今回のために書いてくださって中でやってるんですけど、一応サスペンスドラマの主演を張られてる高岡早紀さんの付き人なので、まあ、その撮影風景があったりとか、まあ、実際に蟹江町でできたじゃないですか、あれ聖地巡礼めちゃくちゃできますよ。なんだったらみんなで同じミュージックビデオ作れるレベルに蟹江町で撮ってますから、そう蟹江町っていう場所になんか以前堤監督がお仕事で行かれて、なんかすごい素敵な街だったから、いつか撮影で自分の作品を作る時に何かこう蟹江町ってできたらいいなって思ってた時にこのお話があったから、まあ、地元の愛知県だしっていうので、なんか今回蟹江町で撮りましょうかってことになったんですよ。そうすごい時間かけてるとか書いてあったんですけど、あれ1日で撮影してましたからね。もう皆さんのスケジュール撮るのでいい、もう1日しか撮れなくて、もう1日で全部撮ったので朝から晩まで、いろいろ買いに走ってるのとか、あれ朝のマジで超早い時間でしたよね。超早い時間にって走って、もう朝から超走って、で
何音響さんはこうガンマイクっていう、こう手に持つマイクを持ちながら私の後ろをずっと走ってきてくれるんですよ。カメラさんは私の前を必死にこうやって走るわけですよ。その後ろを堤監督が次右次左あ俺も無理ってずっと一緒に本当に私が必死に走ってる時も一緒に走ってきてくれましたね。まあこう歌とリンクするシーンというか、まあ今までがむしゃらだったねっていうセリフの時にがむしゃらで頑張ってたりとか、まあこうなんて言うんでしょうね、こうところどころのリンクはあるんですけども、基本的にはこうミュージック、曲に寄りすぎてないので、まあ、確かにこうね、映画で見てみたいとか、こうドラマになったら面白そうっていう感想とかもあったので、これはね何か一つの案としてなっていくかもしれないですね。でもこう一つの、まあ、私の次のステップのための作品として私はこう残せたらいいなって思ってましたので、まあ、こう発売されたら、まあ、こう結構細かい演技だったりとか、そう怒られてたじゃないですか私、もうちょっとなんかちょっと感情がとかも、あれも台本に怒られるって書いてあったから、これはもう下手くそな演技をしなくちゃいけないんだけど、別にめちゃくちゃ演技が上手いわけじゃないから、下手くそな演技をするのがもう下手くそでまあ難しかったですね。なんか自分だけど自分じゃないし、その本当それこそなんかちょっとフェイクドキュメンタリーだから、なんかところどころインタビューが、私のインタビューが入るけど、この月人茜ちゃんのインタビューが入るんですけど、全部本当セリフがないのでその場で全部喋って、でミュージックビデオができる時のイメージがまだ分からなかったので、まあ、なんとなくのイメージとして使われるのかなって思ってたんですけど、意外とちゃんとセリフっていうか、その何あなたにとってみたいなとか、なんかちょっと言葉になってたりとか、本当フェイクドキュメンタリーだなって、そのなんか BGM として使われてる音楽みたいな感じで、まあ見ていただいた方が自然かもしれないですね。ミュージックビデオ泣きすぎて曲が入ってこない、待ってどういうこと本当に感動してくださったなら私は嬉しいです。あでも素敵なミュージックビデオだねって言って、ありがとうございます。本当セリフはなかったの、さ難しいコメントで本当その場で全部考えてましたからね。その日ずっと頭回ってましたね。たまに本当に撮影のカットがかかってる時に普通に廊下で待ってたら、ちょっとそこ通りますとか言われて、あ、高柳さんですねみたいな、あ、すいません高柳ですみたいな、本当にもうスタッフさんの格好ずっとしてるから、本当になんかもう馴染んじゃって、はい、楽しかったです。カニエ町の皆さん本当に優しくて、なんかこう撮影してて街の中とかね走ってたりすると、車乗ってる人とかが止めて、おー撮影頑張ってるねとか、多分もう街の人みんな知ってるんでしょうね、撮影をするっていうことを。で本当皆さんなんか、いやいや大丈夫止まってるからとか言って、本当に撮影にすごく温かく協力もしてくださって、はい、本当に素敵な街だったので、また行けたらいいなと思います。ということでミュージックビデオは以上でした。ありがとうございました。またね改めてコメントも見ながら今喋ってますけど、ちょっと全部追い切れなかったので、ぜひツイッターだったりとか、またあ明日握手会じゃん、握手会とかでまた感想とかいただけると嬉しいなと思います。はい、あエンディング、あもうエンディングのお時間です。はい、ということで、お送りしてきました SK48 高柳茜緊急生配信、青春の宝石のミュージックビデオ解禁しちゃいますスペシャルですが、いかがだったでしょうか。この後配信の直後に、あもうあもうアップされて19時30分に、YouTube にてミュージックビデオがアップされます。これはワンハーフとして、今フルは今だけの特別ということで、ワンハーフで、もう今多分配信になったのかな、配信になったそうなので、ぜひワンハーフで発売までは見れますので、ぜひ見ていただけるとありがたいなと思います。はい、最後生配信編集したものを YouTube にアップします。あこの今日のこの私の緊急感のあるこの生配信をこの後、まあ
生配信感もうまく活かしつつ、多分必要なところだけギュッと多分編集したものを YouTube にアーカイブなのかな、なんかアップしてくださるみたいなので、ぜひ、まあ、見逃した方がいたっていうのをこう友達とかにいたら、大丈夫だよこの後配信されるからって言うと、あ、今来たばっかりの方もね、あのこの後なんかもうギュギュッと詰まってババーって出るみたいなので、はい、楽しみにしていてください。全然喋り足りないですけど、本当時間、仕事の合間で緊急できたので、はい、ここら辺で、じゃあ最後の告知ですね。1月の15日に、この私の青春の宝石も入ってます、ニューシングル、そういうとこあるよねが発売になります。こちらはね、この間劇場で初披露してきましたけど、本当ノリノリないい曲になってますので、楽しみにしていてください。こちらはね、フルで YouTube に載ってますので、そちらご覧ください。1月の15日、あ、これも発表になったんですか。あ、そうなんだ。1月の15日、その発売日に ZEP 名古屋にてリリースイベントがあります。まあ歌うでしょう、楽しみにしててください。練習しておきます。そして3月の15日に、神奈川横浜アリーナでの卒業コンサート、私の兆し、みんなの兆し、茜祭りだがあります。またあとね、静岡のエコパーアリーナだったりとか、まあ、K2 の大富豪ライブだったりとか、もう私の歌唱力ナンバーワン決定戦のファイナリストライブだったりとか、もういろいろあるんですけど、まだまだ卒業までに楽しめるイベントがたくさんありますので、ぜひ皆さん、お付き合いください。最後までよろしくお願いします。ということで、OK です。SK48 のチャンネル登録もぜひ皆さんしてくださいね。よろしくお願いします。またね、これをきっかけに、ね、YouTube での生配信もこれからやっていくかもしれませんので、その時はよろしくお願いします。ということで、皆さん本当緊急でしたけれども、ご視聴ありがとうございました。明日はクリスマスイブ、明後日はクリスマスということで、皆さん良いクリスマスを。バイバーイ。